先輩つかないっす。え？てか全然違う、本当。むしろなんかあのいいぐらい、いいよね。タクティ TV をご覧の皆さん、こんにちは。レーシングドライバーの江口拓人です。今日は横浜にありますプローバさんに来ております。なんと、BBS さんからですね、マイカーのレボーグ用に、ホイールをすいませんホイールをご準備いただきまして、1個前の YouTube で自分で STI のパーツ取り付けてみたっていうのに第2弾ということで自分で BBS ホイールを取り付けてみたという、あっちですあっちですっていうのを、ぜひやってほしいということで今回またプロおばさんに来てですね自分で、レボーグにホイールを取り付けようということになりました。そしてまずホイールの説明ですが今回 REV7-7 っていうのを、提供いただきましてカラーがこちらの方がダイヤモンドブラックでこちらの方がダイヤモンドシルバーでタイヤはスーパー GT でもお世話になっておりますダンロップさんビューロですねのサイズがフロントとリアともに225/40/19 です。こちらのタイヤホイールをまあ、自分のレボーグに、まあ、山ちゃんと僕のレボーグ取り付けていきたいと思っていますがかなり苦戦をしております。いいやんかっこいいじゃん。いいよね。いいじゃん。でこんな同じタイミングでこうホイール取り付けることなんか基本やっぱ皆さんもないわけじゃないですか。同じホイールをで今回面白いかなと思いまして片方にダイヤモンドシルバーで片方にダイヤモンドブラックをお互いに履いてみてどうなるのかというふうに、まあ、皆さんに、まあ2つのボディカラーで2つのカラーを楽しんでもらえるようにと思いましてまずはあれもう5本目かごめんシルバーからつけております。あそっかあれですね、はい、かなり厳しい職人肌のど素人のくせに、ね、それロックナット用だよ。ロックナットってどれですか？ロックナットはね、山ちゃんやめた方がいいと思う、それ。なんで？手で締めてって。これ本当はインパクト禁止なの。そうっすよね。え、これ入るの？これこれだよ。これはつかないだよ。今やってたね。本当は。え、これ大丈夫？このままいって。優しめに。優しめに。優しすぎるね。お上手に締めないとセンター出なくなる。はい。この前のクラッチと一緒ね。クラッチと一緒でこういう縁物は結局手で締めるっていうね。あそれはいいね。あつ急にね一本目がちゃんとやんないと芯が出ないって真ん中が出ないって言われて急に丁寧になるっていう。え、これもうガガーンっていくとこまで締めていいですか？2発ぐらいにしといてくれる。当てんのパパって当たってから2発ぐらい、あのリミッター的な感じ、ね、ちょうどスゴーの多分ハイポイント行くまで S 代車 2回ぐらいリミッター当たるんじゃない。そんなことない。スゴーって結構前だからもう覚えてない。覚えてない。モテギの90度コーナーの手前みたいな。5速でパパンみたいな。ああ、パパンぐらいだった。ええやん。え、めっちゃいいやん。ええやん。すげえいいやん。かっこいいやん。テンション上がる。いいねやっぱ。センターキャップそうやってつけるから。へえ。ちなみにうちの社長はそこ禁止。ああ、そうっすよね。
え、めっちゃかっこよくない？いや、めっちゃいいよ。てか、これつけるだけでめっちゃ締まるね。先輩つかないっす。え？先輩。なんで？先輩。入りました。めっちゃ、めっちゃ待ってた今めっちゃ待ってた今かっこいいっすねやっぱね BBS ね。贅沢だね、片方ずつ色が違うの。なんか、ね、初めての毛編みやわすごいなこれ。ひまちゃん女性しかいじったことないよね。おいこれカメラ回ってんぞ大丈夫カット、カットする。おいおいカメラ回ってんぞつってど、いや動揺が隠しきれない。動揺してるな動揺が隠しきれない。動揺してます。山内さん振動あるんですか。そうです、ね、振動と音が。山ちゃん前のベスの時ほらシルバーっぽいところまで。そうですね、ピーになった。ピー、それで、え、カチャってならないですか。ならない。なんか音と振動なの。振動もしてるはずだよ。ほんまや。なんかあれですね、ちゃんと締めたあの力が後で見れる。いくつで締まったか。114.5 ニュートンにしてあるけど、もう老眼で見えないから。そういうやつはデジタルにしないと。締めすぎたのも分かる。120超えてるじゃん。すげえ。はい、付け終わりました。これで山ちゃん頑張りました。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 はい、まず山ちゃんのホワイトボディにダイヤモンドシルバーを左側に履いて、で右側にダイヤモンドブラック。はい、贅沢付けさせていただきました。すごいねこれ。すごい、てか普通にかっこいいね。ダイヤモンドシルバーいいね。かっこいい。これツヤなしなの。でもダイヤモンドって言ってるからね。あらららら、そりゃ輝、でも輝いてるよねそりゃ輝くわどうですか見た感じ、シルバーとブラック。どっちがお好みですか。皆さんどっちお好みですか。これなんかこっちの方がやっぱ締まって見えるもんね。こっちもいいよね。うん、かっこいいわ。めっちゃ嬉しい。あともうバックしてきただけで分かるけど、ハンドリングが軽いんですよね。マジでそれ BBS つけたら必ず言うよね。うん、軽い。俺もそうだけど、うん、全然やっぱ違うんですね。違うと思う。でそうで、しかもビューロー履いたからもうこれで静かですよ。お、嬉しい。これであのね、ホワイトボディ、ホワイトボディのカラーを持ってる方にね、やっぱ2本ずつ買うってなかなかできないから、どっちがこれ見てね、そうだね、あ、こっちがいいなとか、自分のお好みでね、色選べて選んでもらえればいいよね、はい、いや、いいと思う。この後は僕のあれ何色っていうんだろう、グレーっていうの。グレーじゃない、グレーっていうのかな。グレーだと思う。僕のレヴォーグに同じようにダイヤモンドブラックとダイヤモンドシルバー片方ずつ取り付けていきますんで。それどっち行くの、前だけ、後ろ前で。いや、まさかの前後じゃないです。あ、前後じゃないんだ。さすがに左右でいいですか。いいですか。はい、左右でいいです。いいですか。いや、前後だとちょっとあれなんで。違う、本当にそれでいいの。うん、左右でお願いします。本当に、はい、本当にいいの。うん、左右でお願いしますじゃあそれで行きましょう、はい、じゃあ僕はこれで帰ります。おい、帰んのかい。始まってないですよ。用意スタート言ってください。いや、ちょっと待って、もう2本外れてるからあれ2本外れてるから、行きますかじゃなくて。よーい、あっ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 、これ平置きしないとペナルティになるからね。先輩入れない
あ、これナットがあれだわ。あ、ナットないわ。え、とりあえずこれで、これで。本当は。え、ナットこの純正でいいの？え、これでいっちゃっていいですか？結果的には負けたような形になりました。はいはいはい。まあもうスタートの時点で納豆した3つぐらい落ちてましたかね。はい。まあこの結果はあの皆さんのご判断で大丈夫です。はい。だいたいあの空気圧はですね、運転席開けてもらって大体どっかに貼ってあります。でそれで僕じゃあ空気抜きます。 2.5 キロが、いや、タクちゃんのやつこのレボーグの設定の数値だったのでそれに合わせていきます。今 2.4 なので 2.5 にどうやって抜くの？これこうやって抜くの？26でいいの？はい。はい。今25に合わせました。空気圧は皆さん非常に重要です。ですよね、吉田さんね。はい。空気圧によってハンドリングのフィーリングが変わったり、バーストしたりとか。あーっと。おい。あーっと。どこ行った？よかった。これ下に落ちてたらシャレならないよね。こういうことが起きるんです。ちゃんとここにほら BBS って入ってるか、うん、はい、ここに BBS って見える？え、これ内圧高いとどう違うんですか？高いとどう感じるんですか？パイセン。いや、どう感じる？山ちゃん的には。いや質問を質問で返すなって。どう内圧高いとどうですか？どう？やっぱ張ってる方が空気抵抗というか抵抗が少ないんで燃費がいいとかあるんですか？何がいい？燃費がいいとかあるんですか？あるかもね。内圧低い方がね、やっぱちょっと抵抗が多いから。でも優しくね、はい、こうちょっとこうタイヤが柔らかくなるからこう乗り心地は良くなるとかけどね。でも張ってる方はちょっとこう硬さが出たりとかね。どっちがお好みですか？いや、個人的には高くてこう転がり抵抗が少ない方が好きですか？好きなんですけど、私は内圧低い方が好きです。この2人でもこんな意見が様々なんで、乗り心地重視、お好みに合った空気圧を設定していただければ。でもあまりにも高すぎたりあまりにもやっぱ低すぎるとあのタイヤがバーストしたりとか、高すぎて本来のグリップが出ないとか、まあ、いろいろ熱だれしちゃうとかね、ね、起こりうるんで、ある程度はあの純正の設定値から、プラマイ2ぐらい2の以内に入っておけばいいですかね。3まで行くんですか？行かないですよね。プラマイ2ほんま2ぐらいでしょ。そうですよね。ほんま2ぐらいの中に入っていれば問題はないと思います。その中であの好みでね、上げたり下げたりは非常にいいんじゃないですか。はい、はい、続いて僕のタクちゃん号で、タクちゃん号に、ダイヤモンドブラック、ダイヤモンドブラックとダイヤモンドシルバーを履かせました。どうですか、つけてみて。なんか俺のイメージ、うん、俺の車もそうなんやけど、うん、この色に対してシルバーの方がこう目立ってこうかっこいいんじゃないかと思ってたんだけど、うん、なんか意外にこう同色の方がかっこよい。俺も思ったね。なんかイメージとちょっと逆だったんで、はい、意外になんかこうやっぱつけてみると、あ、やっぱ違うんだなって発見がありました ね。 ね、もともとこの前の方のレボーグで、うんうん、俺は向こうのね、向こうの色をつけてたもんね、色を履いてたんで、そうそう、意外と良かったなと思ったけど、
ダイヤモンドブラックの方がこのボディカラーにはなんか合ってるのかなって合ってる感じはするね。まあそれはね人それぞれのね好みがあるからあれで、うん、あれやけど圧倒的にでもシルバーが山ちゃんの車もそうだけど大きく見える見えるねから。えこれこっちが19で向こう18とかじゃないの？じゃないんですよ一緒だよね。じゃあもうなんかこうなっちゃうから走っていやタイヤのあの扁平でこうあサイズ合わせてるみたいな難しい、ね、なんか大きく見えるから。いや大きく見えるね。全然同じサイズなのにこれだけイメージが違うのは面白い、ね、びっくりだね、うん、あとなんかもうこのナットの色の青もさすごい合ってて、ね、いいよね、うん、おしゃれ、ね、すごいおしゃれ。どうですか？あどうですか？どうですか？あといやいやもうかっこいい。あとさっきつけてと思ったんですけどこういうねウェイト皆さんホイール買ったらこういう風に色合わせてもらった方が絶対いいと思います。そう一般的にはねシルバーなんですよウェイトって。あそうなんだ。 この色なんだけど確かにカートとかそうだもんね。でこっちがやっぱなかなか。そう見てくださいこの色ほらちゃんとホイールの色に合わせてくれてる、うん、これ多分タイヤ屋さんタイヤ組み替えしたところがこだわりでやってくれてると思うんですけど、STの近くにあるショップって言ってました、細かいあの名前は分かんないですけど多分もう日本人のあれ大事な思いやり思いやりおもてなしやから、ね、あ違えた惜しくもない今のカットですか？思いやり思いやりおもてなしやからな乗ってチェック乗ってチェック BBS ホイール乗ってチェックしてみましょう。じゃあ行ってみましょうか。はい行ってみましょう。行ってきます。いきなりガリガリガリクソンね知らないうちにガリガリガリクソンしてるの。ガリ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 クソンってかやっぱ転がり抵抗が全然軽いね。いいね。なんでこんな走り出しから違うんだろうね全然違う。あとやっぱねあのビューロだから静かだね。静かだね。こんな違うんだね、うん、これは会話しやすいね。本当だね弾むね確かにノーマルより静かっていう。いや全然静かだと思う。いいねやっぱり。いつか勝手にもちろんコンフォートモード。ハンドルが圧倒的に軽いわ。軽いよねすごい。なんか1本に対して3キロぐらい軽いって言ってたもん。タイヤホイール。そう。はあ。それは大きいよね。1本で3。1本で3キロ。1本だよ。じゃあ12キロぐらい違うってこと？そうなの。そりゃ違うわね。そうなの。でもそれでそのウェイトでこんなハンドルって軽くなるのかな。いやそう思うよね。でもバネしたってやっぱそれだけで違うのかな。そうかもね。なんかあの転がった瞬間一番思うよね、うん、ファっていう進む感じが全然。そうなの。いつも持っている加速感と転がりのより全然スムーズにコルって転がるから。転がってる。そうなの。すごいな。すごい。え、あれ純正って18インチ？純正18。これ今19でしょ。これ19でもあれはね全然こっちの方が乗り心地よくないですかこんなこと言ったら怒られるかもしれんけど全然インチアップした感じはない。ないよね。むしろなんかむしろいいぐらい、いいよねなんかあのこういうデコボコとかゴツゴツ感のところとかの前のやつの方が重くてこうなんかあったね。ズシンってで体にこうグンってきてる感じあるけど、うん、やっぱそこの動く部分のその軽さがお尻に来ないもんね。そうだね。いなしてくれてるのかちょっとわからんけど、それも軽さから来るのかね。かな。でもそんなそうかも。でもこんな1トンある車の十何キロでそんなこんな変わるんかな。やっぱバネ下だから。ふえ確かに乗り心地もいいよね。いい気がするな。
いや乗り心地絶対いいと思う。いいよね、うん、でもこうやっていいとこばっかり言ってるとあれだからちょっと悪いところも探しておこうか。そうだね。ないね。見つかってないけど。なんかあるかな。探すものでもないんやけど。まあね。でもなんかどうなんだろうね。人によってはその軽さが、ああそうだね、嫌っていう人も中にはいるのかな。なるほど。まあ、どうなんだろう。まあ、外車とか結構重いやんね。ハンドリング、重いね。やっぱりこれに慣れて、重たいのに慣れてくると軽いのちょっと抵抗あったりするもんね。うん。なんかレースでもよくさ、パワーステの重さとかさ、ね、軽くしすぎるとなんかこう接地感が分かりづらかったりとかね、ね、うん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 、するやん。新しい発見があってよかったわ。色で。ね。てかイメージと本当真逆だったね。うん。ね。全然ダイヤモンドブラックがこのボディカラーに合ってる。合ってた感じがした。なんかあの同じ同色だとこう映えないからなんかちょっと違うのかなって思ったけど、ね、合ってるもんね。同色の方が合ってるね。合ってたね。なんか白には絶対ダイヤモンドブラックって俺は勝手に思ってて。俺も思ってた。でもつけてみるとなんか、うん、意外にシルバーの方がかっこいいなって思った、ね、うん、ホイールでかく見えるし、やっぱその辺もあるんかもしれないね。うん、でもこっちで言ったら逆になるもんね。そうだね。でしょ。すげえ不思議。やっぱそういう概念は良くないんだね。やっぱつけてみないとね分からんね。でもそういうきっかけってなかなかないもんね。ないよね。もうこのハンドル切った時のこの感じ軽いもん、うんファーっていくもん、ファーっと、うんうんうん、なんか前だってこうグワッていって切ってから踏んでった時にちょっとガル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 っていうのギク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 って言うのが一切ないもんね。そういうのもないし、でもその辺のタイヤとかも違うからあれなんだろうね。てかすごい静かだね、ビューロ。静か。てか全然違う、ほんと。すごいな、すごいね。こんな違うんだな。てか静かなのとこの前なんか本当なんかすごいゴツゴツしてた感じで、ね、そうないよね。ないない。それがなんか全然あら、ああいうのもねもっとコンコンコンって来てた気がするんだけど、なんかねグン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 ってあったんですよ。あったよね。あったあった。これ実際やっぱホイールの3キロってこんな変わるんかな。変わるんだろうね。ホイールしか変わってないもんね。まあタイヤも違うけど。そうだよね。やっぱビューロもちょっと柔らかいんかもしれないね。あ、ちょっといなし方がね。全然いい、全然いい、全然いい、あ全然いい、あ全然全然全然いい、全然いい。これ多分後ろに乗ったりしたら余計変わるんじゃない。ああだろうね。奥さんとか、これ内圧どっちの方がいいんだろうね。低い方がでもその辺もうちょっと優しいもんね。優しいんじゃない。でも分かんないね。そう、意外にこのちょうどいいそれがあるかもしれないよね。高さとさ、タイヤのたわみ量があるじゃん。それで低すぎて、うん、その高さがある分ターム量が増えて、うん、あ、こうちょっと動きやすい、もしかしたらこうなるかもしれないし、そこちょっと張っといた方がいい可能性もあるしね。確かに、それはあるかも。めちゃくちゃいいやん。全然いい。静かで。てか、ほんと静か。ほんと静か。ほんと静か。確かに前、あの前のホイールの時もこれから純正に変えた時めっちゃ思ったもんね。うん。アウトバックもかっこいいよな。
やっぱでも ホイールとかってさ、その純正でこれぐらい軽くするってなるとお金かかるんかな。なんかイメージ重たい方が材料いっぱい使うからって思っちゃうんだけど。いや、やっぱ素材とかあんじゃないの。素材と、あーそっか、同じじゃないもんね全部ね。あんなほぼ一個ずつ作ってるけど、ノーマルのなんか多分なんかもうあれプラモみたいな感じじゃないの。あーそうなのかな。一個ずつこうやって手作業っぽく作ってるわけじゃないと思うから。確かに BBS の売りだもんね、うん、あの一つの塊で何十万トンのあれでこう圧でやってるからね。プレスしてで作るわけだよね。確かに。いや、よかった、ありがとうございました。